14日日曜日夜7時です。緊急でお伝えします。中東情勢ですけれども、まあイスラエルがですね。激しい攻撃をしてご存知まあ。ガザ地区はですね。死者が3万人を超えております。こういう非常事態のっぴきならない。中、東情勢の中で今日あのイスラエルと敵対するイランがですね。ミサイルおよびドローン攻撃をイスラエルに向かって。 かなり激しく攻撃をしてきましたこれが今日日曜日朝日本でもですね少しずつメディアで報じられているところでありますぜひこれに関して話をしておきたいと思うんですが今日ののはですね今回のイランの攻撃は報復行為でしたどういう攻撃だったか後で伝えますけれどもこれはもうイランとしては報復をやるんだとずっと予告してましたというのがですね2週間以上前になりますけれども4月の1日になりますが えー、紛争中のあのシリアの首都ダマスカスのイラン大使館にイスラエルがミサイル攻撃を仕掛けましたでこれに対する報復だとイランは当然言ってるわけですね。でイスラエルはですね、まあ、正式に認めているかいないかは別として事実上イスラエルがイラン大使館にミサイル攻撃を仕掛けて、えー、この後も細かく説明しますけども、えー、イランはですね大変な被害を受けてしまったわけです。 でそのイランの報復としてイスラエルに向けて今日ミ,スラエ、えー、ミサイル、えー、巡航ミサイルももちろんのことドローン もうとにかく含めて数百発といろいろ報道では分かれているところですけど大量にドローンとミサイルがイスラエルに向けて打ち込まれましたしかしですねイスラエルは比較的損害被害は少なく済んでるっていうのはイスラエル側の発表になってます南部のイスラエルのですね軍事基地にも例えば数十発のイランからのミサイルが飛んできてますけれどもほとんどが えー、軽微な被害といっても人は1人少なくとも死んでいるという情報は入ってきてますが、まあ、防衛システムというものが、まあ、イスラエルは え常にありますから、まあ、それがある程度かなり迎撃してくれたということが言えるわけですね。まあ、ユミヤノやアローという防衛システムがフル稼働したというところがイスラエルはあるんだと思います。あとイスラエルたくさん持っている戦闘機でイランからのミ,スラミサイルとそれからドローンを撃墜したということもイスラエル側からかなり発表されています。でイスラエルルのの隣エリン国のヨルダン ヨルダンにはですねかなりその迎撃したイランからのミサイルだドローンだの残骸が上空から降り注いでいるというような情報もありまして今、X の映像これ完全に裏を取ることはできない部分も含まれてますけれども X の映像をご覧いただけているでしょうかまあ大変な夜空になっているわけですね。 昔の湾岸戦争を思い起こす人もいるかもしれませんけれどもあともうちょっと付随情報としてはイスラエル側としてはあの迎撃ミサイルパトリオットも持ってますんでパトリオットもかなり使っただろうという情報も入ってきてますとにかくですねアメリカ軍が今回はイスラエルのフォローということで参加してますイランが報復を予告していたわけですから米軍は周辺に展開していたわけですそれでいうとアメリカのイージス艦が少なくとも2隻 迎撃を手伝っているわけですねミサイル攻撃イランのイスラエルの攻撃を手伝っている SM3 か SM6 ですよね、えー、これはイージス艦に載ってるわけですがその迎撃システムがこのイランからのミサイル攻撃もうまく迎撃したという情報も入ってきてます。で今度はですね4月1日に戻りますけれども一体イスラエルはこのシリアのイラン大使館にどういう攻撃をして被害を与えたかといえばですね 革命防衛隊という組織があるわけですね。イランには有名なその革命防衛隊大組織ですが、その中の精鋭部隊、いろんなことをやるコッツ部隊の召喚、えー。一説ではですね、召喚たちが13人殺害された。また別な報道では少なくとも精鋭部隊コッツ部隊の召喚7人が殺害されたというふうに言われています。これはこれでイランにとってはとんでもないことなんですよね。 この革命防衛隊なる組織はどういうことかと簡単に言えばイランの正規軍とはまた別の組織です12万人と言われている規模ですねこの革命防衛隊そしてなんとこの革命防衛隊の傘下,下にですね100万人の民兵組織バシジというのを抱え込んでますものすごい大所帯ですよねあのイランの最高指導者現在のハメネイ氏の 直轄がこの革命防衛隊というふうに言われています。でもね、イランとしても、まあ人数が多かろうが何だろうが、イスラエルと直接全面的に相まみえるというのはどうしたって避けたいです。まあイスラエルの武力っていうのは半端ないっていうのはイランが一番よく知っているわけですから、核も持ってるわけですね。避けたいけれども、一方で国内外に向かってイランとしては、中東の反イスラエルの名手、 トップとしてイランはちゃんとイスラエルに対してやられっぱなしじゃないぞと、ここまでちゃんと報復してるぞってのは見せざるを得ないから、周到に計算して、今日こういう形の報復をに出て、そしてあのイスラエルのイラン大使館への攻撃に対して報復するぞつってイランはやった。やり返して、ここで終わりだからなと。 アメリカは夢夢めイスラエルをまたフォローアップするなよ、具体的に。この戦いに参加していくんじゃないぞと。これで一回ごとで終わったんだからな、というようなこともイランは周到に言ってるわけですよ。イランだって避けたいところですよ、正面衝突はね。でも、やっぱり、例えば具体的に言うなら、そのイスラエルの北に位置している、あのレバノンという国の カルロス・ゴーンが逃げ込んだ母国、あのレバノンの南部にはシーア派、イランと同じ過激派の組織ヒズボロがあるわけですね。あのイスラエルとガザでの 戦いが始まってしまった時も反対側からこのヒズボラは散発的にイスラエルを挑発するような攻撃をしましたそのヒズボラに対してもそれからサウジアラブやあの広大な国の南南端にあるイエメンという国のフーシ派という同じくシーア派の過激組織まあテロ集団と言ってもいいけどもこれはまあいろんなところでテロを行ったりしてますけどヒズボラだのフーシだの今言ったようなところも含めて。 この反イスラエルの中東世界に向けてイランはトップとしてこれだけやってみせてるからんと見せざるを得ないイランの内部事情もあるということですよね。でもさっき言ったようにイスラエルは核を持ってるということがあるんでアメリカとしたってこんなもの核も含めてイランとイスラエルの全面戦争が起きたらたまらんとそうじゃなくていろんな問題抱えてアメリカとしたらたまらんということがあるわけですよね。アメリカどころじゃない日本だって株価だけじゃない。 これはエネルギーを中東中心に依存している。もちろんロシアからも入れてますけれども、いろんなことで世界中が流動化して大混乱するぞと。昔のオイルショックみたいになるぞって話もあるわけですから、これはですね、なんとしても全面的なイランとイスラエルの戦争は止めなきゃいけないんだけれども、まあ、これね、 イスラエル側から見ると今度はイスラエル領内がこれだけ軽微な被害で済んだとか言ってますけどあれだけサミダリ式にミサイルとドローンで領内が狙われたわけですからイスラエルも黙っちゃいられないっていうことを考えるとこれはその通りだなというふうに思ったのは軍事評論家の黒井文太郎さんの X を拝見しましたけどもだいぶ昔になるけど黒井さんはこう言ってますよ簡潔に。91年の湾岸戦争をちょっと思い出してほしいと。 これイラクの,あの死んだサダムスセインがでですすね暴れれたわけですよこ湾岸戦争になる前に何で湾岸戦争が起きたかといえば発端としては、えー、このイラクのサダム・スセインが跳ね返るようにしてイスラエルにミサイル攻撃をしたわけだけどもじゃあサダム・スセインは何でそういうことをやったかといえば直接的に言うんだったらアラブ全体とそれからアメリカイスラエルっていう塊。 アラブ対アメリカイスラエルというふうな戦いの構図だからやらざるを得ないというアラブを味方につけたいというサダムスセインがそういう構図を再構築図るためにあのイスラエルにミサイル攻撃を仕掛けたんだという簡単な説明を黒井さんはした後にこうなってくると湾岸戦争とは今回の場合はフェーズが違うんでイスラエルは何らかの攻撃は またやらざるを得ないだろう。嫌だけども、もっと言う,うなニュアンスのことを倉井さんは言ってます。確かにアメリカは説得にかかるわけですよ。イスラエルに対してね。もうこれはもうやればドルルマンになるんだから、今回は打ち方やめでね。イランも説得しなきゃいけないけど、イスラエルよやめてくれとね。もともとこのイラン大使館も攻撃したんだし、その向こうは報復できたんだから、やめてくれっていうふうにやれるとはどうかって言うと、これ寸止めできればいいですけど、難しいですよね。 これだから本当に下手するとですねまたイランに対してイスラエルがまあこれがちょこっとの報復で済ませようということなのかドンってやってしまっちゃうのかドンとやったらこれ中東が流動化世界が流動化しますえらいことですよいやあこれどうなっちゃうのかというとまあイスラエルイランまずイスラエルとイランが何 なんんでこんなに敵対してんのかっていうことですよねいろんな国々挟んでこれ昔からの歴史の流れ旧ペルシャとかいろんなことありますけどもまず大ざっぱに言ってここ45年間で言うと完全な敵対に次ぐ敵対でやってきちゃったわけですよイスラエルとイランというのは。というのはですねこのイランという国でかつてイスラム原理主義革命というのが 勃発したんんです1979年のことなんですね。で、その前まではですねイランという国は石油の埋蔵量もすごいわけでこのパーレビ国王という国王がいてずっと王政を敷いいていたわけです王政ですからこれアメリカと非常に密月状態でアメリカのエネルギーはアメリカもエネルギーを融通してもらうっていうことでウィンウィンでうまくイランとアメリカっていうのはくっついてたわけですね。 ところがいろんな事情がありまして、海外に逃げていた指導者であるバンダル・ホメイニシという、いわゆるイランにとってはカリスマが、ドンと母国イランに1979年戻ってきて、さっき言ったイスラム原理主義革命っていうのを起こしたわけですよ。そうなった時にイランという広大な その面積を持っている国というのは石油もいっぱい埋蔵させている国というのはイスラム原理主義革命ですからイスラム教のシーア派として敬虔なシーア派の国として絶対妥協を許さないという原理主義の国になったわけです。こっからもパールビ国王は海外に逃げてっていう形になってガラッとイランという国の様相は変わってしまった。そうううなった時1979年以降でですけどどもイスラエルをどういう資座で イランは見るのかっていうのもコロッと変わったわけですねこれは考えてみたらイスラム教のあのエルサレムっていうのは聖地だ青のトームっていうのはこのユダヤ教の宮殿跡の上にありますよねイスラム教側から見た時にはですねシーア派からイランから見た時にはあのエルサレムの地っていうのはイスラム教の聖地ですよその聖地を1945年から イスラエルがやってきてパレスチナ地を奪ってしまったんだ。絶対に許さない。聖地を奪った大変な敵国なんだ、イスラエルはってことになるわけです。一方のイスラエルはといえば、 急に1948年から戻っては来ているものの、もともとここにはユダヤ国があったから約束の地に戻ってきたんだっていう、いろんな大国のマークもあって、ここに寄せられたんだっていうのもあるわけですから、両方のもう本当に譲れない事実というものがぶつかり合うわけですよ。イランとイスラエルというのは。で、少なくともここ45年揉め続けてきた。そしらこのイスラム原理主義革命から1979年からずっと、まあ時が流れて、2000年を超えたあたり2002年。 この辺りでイランの核開発っていうものが世界に向けててはっきりと知ららしししめられままいましたこれはイランというのは相変わらず平和利用するんだろうときれいごと言って原子力発電に使うわけであってこれは武器に使うわけじゃない核兵器作らないなんてきれいごと言ってますけどそんなことはいろんな国が嘘だったらのは当然分かっていてイスラエルも当然核持たれたら核兵器持たれたら落ち着かないってなもんですよね。ででそこで色々あ 結果的に経済制裁をしたりいろいろやってもイランはずっと濃縮ウランを作り続けてるって散発的にもう断続的にいろんなジュースはずっと流れてきてましたよ。でそういう中でですねもう経済制裁だけではダメだっていうことでアメリカイギリスを中心にして6カ国がまあなんとかね裏でちょこちょこやるかもしれないけどイランさんよとここはなんとか表向きだけどころかまあ本当 だったりあなた方は濃縮ン作るだろうけど大規模にどんどん核開発を進めて他国からミサイルいっぱい買ってるって事実においてそこで核兵器を弾頭つけて飛ばすんだなんていう風にならないようにしてくれよとそのくらいその代わり経済制裁どんどん解くんだからみたいな話になって結果核合意っていうのは表向きやったんだけどそれも機能不全です結果的には。 いろいろ小競り合いがあってイラン悪切ったとかいろいろあるけども決定的だったのを最近で言えば2015年ですよ。これはやっぱりトランプ政権だったからアメリカはまずアメリカファーストの中でトランプはポンとこの核合意からも抜けるってのをやってみせたんで全くもって核合意は典型的なパターンとしかしながらそういうことの小競り合いがあったってイランとイスラエルっていうのはやっぱりお互いに怖いから。 壊滅的にななななっっっっちちゃゃいけないいけかかかかかららら世界はもうう流動ととしちゃったたた大変だから直接交戦っいうのはなかったんんででですよ今までなかったんで間接的にいろんなことありますけど、ね、直接相ま見れるってことはなかったんですけどやっぱり去年の10月のハマスの、えー、動きによってそしてイスラエルがそれに対してガーッとやって攻撃を仕掛けて今はなってるってことがあるんでハマスの後ろ盾はイランっていうことはみんな分かってるわけですからイランも収まりつかないっていう流れになってじりじりと お互いの導火線に火がついてきたってのが現実なんだと思うんですアメリカのバイデン政権これ大統領選控えて本当に痛いですねこういう動きになってくるとやっぱり結果水面下で外交手段でいろいろ重宝活動をやりながらイランを抑えるとかからイスラエルを抑えるみたいなことができてないっていうのは世界にこう露呈しちゃってるわけですよねだから例えばねさっきから言ってるようにイランも嫌なんですよ相ま見えんのは正面切ってイスラエルもやると これ大変ですよイスラエルがやったりしたらさっきも言ったようにヒズボラが動いてきますからまずね。でそうやってぐちゃ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 ,ぐちゃってところあいろんなところにパン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 ってつながっていきますからアメリカもそれはそういった事態を恐れなきゃいけないっていうのがあるんで小ゼリアを言っっててみればずっと続けてたんですね例えば昨日になりますけど13日ですね報じられたのはあのペレシャ湾があってイランがここにあるとしてこっちがサウジアラビアですけどこの中に一番細い突端ですね。 この、ね、ペリシャ湾岸から出るところこのイスラム海峡イスラムはごめんなさい間違えましたホルムズ海峡っていうのがありますねでこのホルムズ海峡っていうのは細いわけですよ幅がほんと狭いんですよでもそこでずっとね世界に向けてシーレになっていて石油が運び込まれてタンカーが行き来するところですよこれも何かあるとイランというのはホルムズ海峡封鎖という手に出るわけですでそのホルムズ海峡で昨日何があったかといえばイランのさっき言った革命防衛隊がイスラエルのコントナ船を拿捕しました これバッと奪いましただからこれはこれでニュースになってるわけですね。でもうちょっと前の数日前っていうことの話するとやっぱりあのイランがですね攻撃を仕掛けたりしてますいろんなところにこれは後でちょっと詳しく言いますけどでそういうこのね小競り合い的なことが起きているんで直接対決じゃないまでも今日みたいな動きになっていないまでもこれ中東の石油どうなると。 これ石油止まってバーンと石油価格が上がんない、上がんじゃないのっていうことで、石油価格が、先物取引の石油価格がじわじわここ数日上がってる状況だったんですね。で、これでですよ、その状況下でイスラエルがまたイランに報復の報復で、またイラン本土へ攻撃するなんていうことが起きたら、そしてアメリカが止めようとしてもそれを聞かなかったら、ってなことになったらですね、これはペルシャ側は、ペルシャ湾、 ホルムズ海峡革命防衛隊がパッとまたいつものように手慣れた感じで封鎖になりますよ。そしたら石油が出ないんですよ。日本どころか世界中がやばいなって話になるじゃないですか。経済的なものもいろいろ含めて、地政学的な動きも含めて。いやー、今回ですね、地中海含めて中東にいろんな情報が入ってるから中東に展開したアメリカ軍が、さっき言ったようにドローンとかミサイルで、 援護射撃撃とばかかにイイランからのミサイルなんかも迎撃したわけですねでも一方イランはイランからガン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 さみだれ式にドローンもミサイルも全部飛ばしたんですからそんな単純なことじゃないわけですよ。イランから飛ばすそして隣のシーア派の影響がだんだん濃くなってきてるイラクから飛ばすそれから紛争地域のシーア派の影響イランの影響が強く出ているシリアからも飛ばしているそしてさっき言ったサウジアラビアの南端 イエメンからも風車含めてて飛ばしてるわけですよそういう各所からです、ね、発射してるわけですねだからもう一回言いますけどもアメリカのバイデン政権というのは弱菓しになっていてここ2週間のことのスパンで言いますとこのやっぱりイランを外交手段で水面下でなんとか報復しないでくれって抑えることもできなかったわけだしちょっと前にまた遡りますけど1月このイスラエルの隣のさっき言ったヨルダンここでヨルダンの米軍基地 に展開している米兵が3人ドローン攻撃でで死んでるんですよこういうこともイランはやってるわけですよねこれ。でまた今度はそれに対する報復みたいな流れもあってイラクとそれからシリアの中にある今度はイランの面倒くさいですけどイランのややこしいですが施設80箇所以上にこれは今度はイスラエルが空爆したりアメリカが空爆みたいなことになってるわけですよ。 こうなってくるとですねイスラエルのネタニヤフ政権を果たしてアメリカがもう打ち方やめってさっき言った制することができるかっていうとできないような気がするんですね。だから頼みの綱はイスラエルが全面的にイランの国内にミサイル攻撃を仕掛けて事実上の戦争勃発っていうふうにならないような報復するにしても。 少し脇道にそれるような形で小規模にやってくんないかって本当に嫌な言い方ですけどこのまんま終わるわけはないんで大規模な戦争に突入しないことをですね都に祈るしかないんですよ早速そういう状況下でバイデン政権もやばいぞっていう流れの中で。 これはトランプがですねまた X に上げてるわけですよ早速 X じゃないどっかの SNS に上げてるわけですよ。イランの攻撃を許したのはやっぱりこのバイデン政権今のアメリカが弱腰だからダメなんで私が大統領になったら今回のイランの報復攻撃は止めていたっつってますからね。どんな風にディール取引してうまくやれんだって話もあるんだけどもう今トランプも勢いづく状況にありますから。 明日以降のイスラエルの動き、よく見とかなきゃいけない展開になりました。